はい、こんばんは、くまちゃんくまちゃんチャンネルと申します。お世話になっております。今日はですね、新宿店の方でちょっと夕食を食べてまして、今食べ終わりましたところでございまして、ちょっと録画することになりました。でちょっとまだちょっとくたびれてるんで、もう早く寝ています。1ヶ月ぐらいちょっとバランスしようかと思っております。で今日お見せするものはですね、この前から言ってますように、気温は23度ですね。気温は23度で、こんな感じですかね。ちょっと1ヶ月半、まあ2ヶ月くらいちょっと休むかと思って、ちょっと今鎖外してるのは外れないですね。外したいんですが、これです。でこれをずっともう、8月からずっと半年以上つけてまして、9、10、11、12、1、2、3、7ヶ月は、つけた計算になりますね。大体7ヶ月っていうのは、一つの、まあ、枝分かれがありまして、効果の意味で出てきます。まあ、ちょっとこれを、まあ、はめてまして、まあ、昨年の、まあ、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月という8ヶ月間ばかり、取り付けました。でもお風呂入る以外はもう全部これつけてる状態で、過ごしました。で、この肩こりがですね、解消されました。肩こりがですね、なんとかならないかっていうことなんですが、やっぱり、半年ぐらいやらないと効果は出てこないようですね。で
いつも持ち歩いてるものなんですが、あのこういうあの、まあ、消毒液のソープとか持ち歩いてます。私のもので、私的に持ち歩いてます。であとは、まあ、当然歯磨きの道具とかもちゃんと持ち歩いてますし、まあ、あとあの、まあ、クマ一匹連れて持ち歩いてます。ちょっとね、あの勉強道具と書籍と教科書はちょっとしばらく、月曜日からちょっと持たないようにしてます。ちょっと休みたいのでね、さすがに集中していろいろやったので、まあ、2ヶ月ぐらいはちょっと休もうかと思ってます。は 25% ですね。まあ、これをもう、つけてですね、もう、まあ、半年以上やってるんですけれども、マッサージに行く必要はなくなるんですよ。でこのマッサージに行く必要はなくなるっていうところが魅力です。まあ、ここまでくっつけてネックレスつけてやってるユーザーはそんなたくさんいないんですよね。これのおかげでですね、まあ、脳梗塞にもならなくて済んだということです、うん。まあ、脳梗塞とあと肩こりにならなくて、うん、でこっちの肩こりがだいぶ解消されたので、あと 2% ぐらい残ってます肩こり、うん、こっちは完全に治りました。こっちはこれぐらいってまだ言います。ちょっと 2% ぐらい残ってます。だからあと半年ぐらいやれば、この残り 2% の肩こりは消えるんじゃないかと。こっちの肩こりは完全に消えたんですよ。曲がりすぎると、まあ、こっちの肩こりは助かって、こっちの肩こりは 2% か 3% まだ残ってるという状態だと思って、この手がこうちょっと引っかかるんですよ、これ。こっちは手は引っかからないけどぐるぐるぐるっと回るということなんですよ。わかります、まあ、そういう状態なんですよ。まあそういう状態でまあ、この7ヶ月間8ヶ月間頑張りました。で、まあ、この3ヶ月間は日本学校で頑張りましたということですね。で、まあ、修了書も発行してもらいましたと。でもこれでも600時間も講習を受けてちゃんとやったということはもう間違いないということです。はい、そういうことかな。
まあ、最終的にこれ6個にしてやろうと思います。そしたらもう、終わるかと思いますけどね。か。これをはめると肩こりもすべて解消されます。まだこの外した時にこっちの肩こりのリバウンドが戻ってきて痛くなります。完全になるとリバウンドが起きなくなって外した時に痛みが出てきます。これ外した瞬間にこっち側のまだリバウンド残ってるので痛みがビューッと出てきますということですね。まあ、そういうことで、まあ、肩こりもだいぶ解消はしてるけれども、まあ、あと 2% 残ってるという状態でございます。今日は3月の31日火曜日ですね、夜の7時ごろになりました。はい、明日からエイプリルフールですね。4月になります。今日は3月31日火曜日です。あともうちょっとで4月ですね。4月バカっていう言葉がありますが、
まあ無事、終了してよかったですね、学科の方は。まあいろいろあります。明日携帯電話の端末が届く予定なんで、明日ぐらいか明後日ぐらいから電話が使えるようになるかと思います。まあガラケーなんですが、富士通製の楽々本っていうやつなんですが。それを手に入れましたんで、だけやって何もないってのはがっかりですね、
月の10日までバカンスですね、結局は3月の27日に学校が終わって、3月の28日から、5月の10日までが休みということになると思います。まあ、仕事は5月の11日あたりが考えようかと思ってます。まあ大変でしたね、かわいそう。明日から4月だな。
だったね。大変でしたね。もうそれはもうしんどかったね。辛かったね。死にかかってた。やったな。
たいだな。
やっとうがいが終わりました。ちょっとトイレで代弁して用足して、お尻洗ってしょんべんして、で歯磨いてうがいして、手を洗って手を消毒してって感じで、大体まあ 2,30 分ぐらいかかりますね。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあこの辺りさせていただきます。